京成3000系電車は1958年に登場した京成電鉄の通勤系電車である。東京都交通局浅草線と相互直通運転するために京成電鉄で初の地下鉄乗り入れ対応車両となった。本形式以降、旧3050系、3100系、3150系、3200系、 3300系のデザインを及び設計は、この3000型をベースにするなど、後の京成電鉄の車両に大きな影響を与え、総じて赤電3000系などと呼ばれるようになった。1991年3月、3700型に置き換えられて、旅客営業運転から離脱した。1958年5月に、日本初の地下鉄乗り入れ対応車両として登場した。 3001から3014の二両固定編成が7本、計14両が申請された。編成は、全車二両ユニットの電動車で、奇数号車に、パンタグラフ、電動発電機、電動空気圧縮機が搭載され、MG は、容量5 5 k 場の c l g 3 1 9 e を、CP は 750K 以降で使用された、A、A-2 が採用された。車体は、 形成発の18メートル、車幅も60ミリメートル拡大され、車体裾に、小径の R がついた。片側3扉で、扉は1200ミリメートル幅の片引き戸前面は750型を基本に、貫通ホロを埋め込み式としたスマートな外観とし、扉間は、飛ぶクロブを含め1000ミリメートル幅の大型の窓が3カ所、設置された。当初外観スタイルは、 青で塗装で登場し、窓周りや屋根周り以外は、全小灯が白熱灯一灯であることなど750型と大差はなかった。3004号に使われていた KS、KS-114 台車、総互車庫にて、足回りは750型で実績のある、カルダン駆動方式を本格採用し、3001から3008は、汽車製造製 KS-114 台車。 TD カルダン、東洋電気製造製、TDK810、2D モーター、3009から3014は、住友金属工業製 FS-318、台車、WN カルダン、三菱電気製、メガバイト 3028D モーターであり、両社とも問題なく、根結が可能な構造とされた。モーターの出力は 75kW で、すべての台車に装着される。 これは3200系3 2 2 5号車まで継続された。起動加速度は時速 3.5kmS、乗用最大減速度は時速 4kmS で、歯車比は6.0と高加速性能に重点を置いていた。台車、駆動装置、モーターの製造会社を二通りの組み合わせで同数ずつ発注するという方法は750型からの象形で、 以後1972年製の3300型まで続いた。室内は AA 基準による車体不燃化対策が施され、ベージュ色のアルミデコラによる化粧板、広幅貫通路、窓の保護棒に特徴が見られた。送風機として当時流行であったファンデリアが採用され、外観上屋根も二段構造とし、通風口を設けた。登場当時、 台車期間は 1372mm だったが、1959年、秋引く、年末の改め期に合わせて 1435mm に変更した。1960年から1961年にかけて3050型と同様のモーオンアイボリー、ファイヤーオレンジのツートンにステンレス縁取り内をダークグレー体とした赤で塗装に変更され、ATS 大荷重装置が設置された。1968年に列車無線の取り付けが、1970年代後半に屋根の二段構造を廃止して、ベンチレーターの設置、運行番号表示機の位置の変更、1975年に全消灯のシールドビーム化がなされた。1977年6月から1978年11月にかけて施行された。 主な内容は、全消灯の一体系ケースにとか、運転台の床面かさ上げ及び運転室窓の小型化、埋め込み式貫通ホロの着脱式への変更、アンチクライマーの2本3本化などである。3008までは、車両番号順に4両化し、2両ユニットを分割可能にした。運転台撤去部は、隅が原型の R 付けと異なり3つ折りの平面付き合わせとなった。 3009から3014は完全中間車化され、2両分割で本形式3050系、基本4両編成の中央に挟み、6両固定編成の組成も可能になった。室内はデコラ、床面を更新前と同色のものに張り替え、天井は白に再塗装され、中吊り広告支えが普通構成からアルミ製に変更された。また、 車両間の貫通路を強幅に変更し、中間車の奇数号車の成田空港よりに貫通扉を設けたが、これは更新前に乗務員室境にあった扉を採用した。中間車化に伴うパンタグラフ MGCP などの位置、変更はなかった。本形式の更新が開始された時点では3050系の更新はすでに開始されており、これらはほぼ並行して行われたため、 3009から3014が完全に中間電動車化された以外は外観、室内ともに大きな変化はない。そのため、両形式は1980年代に入っても、根結は普通に行われ、同形式のように扱われた。新赤電色の3054号、赤電角形式は1980年2月から1982年4月に、 モーンアイボリー、ファイヤーオレンジのツートンカラーから、ファイヤーオレンジベースへの塗装に変更され、本形式に関しては1980年5月から1981年10月に変更された。1984年末から1986年夏にかけて側面扉開閉確認等を二等式とした、ほか、客室と乗務員室の仕切り扉と、貫通扉の窓ガラス支持方式を、 黒エッジゴムからステンレス枠に変更した。前車、後車ともに、旧、青電2100.210型を含め、該当車はすべて変更された。更新後の比例房車3050型や3100系一時車と、ともに、1984年から1986年にかけて CP を A-2 から3200系 6M 初期車で使用されていた。 AR-1 とともに、絶縁性の良い C-1000 に変更、同時に、側窓の保護棒も撤去された。1988年には、釣り手が増設された。編成配置は、3001から3008の基本4両の中間に3009から3014の中間電動車ユニット2両ずつを挿入する形で6両固定編成を組む機会が多く、 両数の関係上一本は3050型と蘇生せざるを得なかった。なお時には2ユニット挿入で8両固定編成となることもあった。1980年代半ばまで本形式3050.3100型などは全車電動車でかつ加速性も優れていることから優等列車の運用に適した車両であるとされ。 先頭車全部の台車が、付随台車の3200型と3300型に、比較すると6両固定編成を組む機会が多かった。対比駅で、ステンレス車3500系冷房車4両編成の、普通が非冷房車の本形式6両編成の急行、特急に抜かれる光景もよく見られた。3200系の6両固定編成化を開始した1986年秋頃からは、 3009から3014が2両単位で3050系、基本4両の中間に入り6両固定編成を蘇生し、3001から3008は4両で使用される機械が多くなった。3005から3008は1987年11月に、3001から3004は1988年2月に、それぞれモーターを改良し、普通運用によるオーバーランを軽減した。 1986年12月には一時のみではあったが3100系二次車のうち空気バネ、台車装着車の3129から3132の基本4両の中間に3011から3012を挟み3100系両端の6両固定編成を組んだ事例もあった。これを最後に形成において空気バネ台車装着車と コイルバネ台車装着車の根血は行わなくなった。1990年初回以降、3050型への冷房装置搭載工事が進行し、3009から3014のうち4両は再び3001から3008の中間に挟み6両固定編成を組むことになった。3050系3054編成が、 冷房加工時入場した1990年5月に3008編成を6両固定編成とした。3050系3054編成出場直前の1990年7月末に3074編成が冷房加工時入場。その時点で形成の比例防車は、 本形式前車と3050系3055から3058.3067から3070.30753076の重量、計24両のみとなった。3050型にも成田空港型に、戦闘車を持つ3075.3076、といった半端な二両ユニットが存在したため、3000系14両とうまく組み合わせることにより、比例防車は、 以下の6両編成4本にまとめられた。当時、6両編成の特急運用も多数あったが、以上の編成は、比例防車のため、夏期間は特に普通を中心に使用できるように、運用も決められた。4両編成の比例防車は1990年7月末に消滅し、その後も組まれなかったことから、金町線は、本線より一足早く冷房化100%を、 達成した。1990年11月上旬に3050、計3055から3058が冷房化のため入場したため、3011.3012は保留者となった。同月末に上記の3004を先頭にする編成に3011.3012を挿入して赤電比例房車で初めて以下の8行固定編成を蘇生した。 当時は3700型も運用開始前であったため、8両固定編成といえば、3 2 0 0系6 m 社の検査入場前等の暫定編成のみであった。また、形成の比例防止8両編成は、3 2 0 0系、更新前に3241から3244プラス3249から3252。 が1985年秋から1986年春に蘇生されて以来約5年ぶりであった。優等運用専用の比例房車として営業を運転したが、冬季のため問題はなかった。1991年1月、3050型は3055から3058が冷房を搭載して出場し、代わりに3067から3070が、 京成電鉄最後の冷房搭載工事のため入場した。その際に成田空港法余剰ユニットの3050系3075.3076は3008を先頭とする編成の成田よりに連結し以下の8両編成を蘇生した。これにより6両の比例防車編成も後に蘇生されることなく消滅し同時に千葉線も冷房化100%を達成した。 きれい帽車は8両編成2本にまとめられ、優等運用専用になった。3000型は、車軸の構造が3050系以降の赤電角形式とは異なっており、冷房改造は困難であり、廃車は避けられなかった。1991年3月19日の成田空港ターミナル直下への乗り入れに伴うダイヤ改正時に、新形式の3700系3708、 編成が営業運転を開始した。それから約10日間は、本形式3050系比例防車8両編成2本は、そのまま運用され、新しい成田空港駅にも入線した。北総開発鉄道北総線、高砂新鎌ヶ谷間が開通した同年3月31日には3700系3718編成が営業運転を開始した。 それを機に比例房車8両2本の3001から3014と3050計3075から3076は運用を離脱し、廃車された。3050型も3067から3070が同年3月末に冷房を搭載して出場し、形成は関東地方の大手私鉄としては、京浜急行電鉄、相模鉄道、小田急電鉄、 西武鉄道に続いて、旅客営業車両がすべて冷房車となった。ただし、都営浅草線から乗り入れる五線型は、非冷房車であり、同形式が1995年7月2日に、運用を離脱した際、ようやく京成線で運転される全列車が冷房車となった。3004号車、総合車庫にて3009から3014は1991年夏までに、 解体し、3001から3008は、東成田駅の旧、スカイライナー発着ホームに、しばらく保留車として留置されていたが、3004を除いた全車が1992年4月末に、解体された。3004は1996年秋に1960年頃の、状態に復元され、1997年2月以降、 総合車庫に新設した車両展示場に保存されている。ありがとうございます。